ふふふふ。天下統一を成し遂げ、わしは、ついにエフラン帝国の大帝に即位した。これからは、美女の側室をたくさん迎え、宮宮も充実させていかねばのう。ということで、二号皇后よ。新しい妃が入ったらよろしく頼む。あ、ダメですよ。大帝。ラブ刺激の世界では現代中国の道徳が反映されてるので一夫一夫制です。側室を持つことはできないのです。大帝は、私一人を一途に愛し続けなくてはいけません。ええ、そんなの初めて聞いた。大帝、戦乱が続いたせいで、未亡人が溢れ返っています。大帝も何人か宮宮に入れて、身柄を引き取ってはいかがでしょうか。こちらは滅ぼした敵国の一号皇主です。皇帝陛下に拝謁いたします。ワンシャン、ワンスイ、ワンワンスイ、ワンシャン、ワンスイ、ワンワンスイ。おお、なんとかれんな。亡国の姫を保護するためには、宮宮に入れるのも仕方ないな。だよな。ですよねー。お気の毒に。皇主、私のところに来てください。あ、側室になる必要はないですよ。私が面倒見てあげる。え？宮宮に入らなくてもよろしいのですか、ワンホーニャンニャン。私、本当は尼になって、家族を弔いたいのです。じゃあ、そうしましょう。こっち来て、お話ししましょう。わあ、よかった。にゃんにゃんもあのドラマ見てたんですねー。そうなのよ。でも、途中で見逃して DVD 借りることに。あ、ゴンゴン。ちょっと。はい、なんでしょうにゃんにゃん。二度と大帝に縁談持ってくるんじゃねえぞこら。ひぃぃぃぃ。お、鬼嫁。ラブ刺激あるある。ヒロインの相手役は一途にヒロインだけを思い続けて、側室はめとらない。いても名目だけである。じゃあ今回は、鬼神南北朝の北州が舞台になったドラマ、どこから、の解説をしていくね。おお、どこから、来たー。私、あのドラマの第1話から難しくて、わからなかったんだよね。え、うぶんしって何？北州ってマイナーすぎない？って。でも、ここまでの北魏、北西の流れを聞いたら、頭に入るようになったよ。それはよかった。北州は大帝国、つい、唐のゆりかごだからな。どこからって、猟犬の嫉妬深い奥さんのことか。そうですね。ドラマ、どこから、の中国語現代は、どこ天下、です。末娘のからがまあ、主役ですが、三姉妹、上から半尺、バンタ、からと名前がついてます。お父さんのどっこしんが戦場のどこかで、どっこしから皇后が出て、どっこしの天下が来る、というお告げを受け、三人の娘たちと周囲が、予言に振り回される、という、すごいアゲマンをめぐる物語です。なんか、言い方が、すごいアゲマン。なるほど、どっこしの娘と結婚すると、皇帝になってしまうのか。いやー、すごい名前よね。どっこ半尺とか、ステッカーにしたら売れそう。車に貼りたい。半尺姉さん怖いけどかっけー。中国王朝ラブ刺激の世界が、急にヤンキー、レディースの世界になったぞ。でも本当にそんなすごい名前だったの。明らかに仏教由来の名前だが、見たところ、どこしとしか書いてないからわからないわね。名前は創作かも。一応、わかるように横に名前を表示しておくね。名前ないと小説やドラマにしにくいよねー。歴史家もちゃんと女性の名前も伝えてほしい。ほんと、なんで名前伝わってないんだろう。本名を呼ぶのが失礼だったのかな。本名を呼ぶのが失礼だというのは、女性に限らず中国史上では一般的なことだ。この三人はそれぞれ長女、三女、七女で、他にもっといっぱい兄弟姉妹がいる。そうなんだ。三人だけじゃなかったのね。お父さんの独孤信は郷土系の軍人ね。陸鎮の乱に参加し、最初自主衛の軍にいる。自主衛って結構影響力大きいのね。
婿の高想帝にあっさり倒されちゃうけど。独孤信は派手に飾り立てることを好み、服装が異様だったので、軍中で独孤狼と言われていた。おお、やはり、娘に反逆とかバンタとか名前つける人なだけあるわ。あのお父さんが、そんなやんちゃだったとは。いや、つけてないって、多分。お父さんもかぶえてたのか。が罰学、ウブン隊も最初は自主衛の配下にいるよ。独孤信はウブン隊と若い頃から交流があった。ウブン隊は祖先が郷土系のウブン部の族長だったけど、後に戦地化している。武仙鎮の出身ね。北魏の皇武帝はその頃、高官の傀儡となっていて、高官の専王を取り除くべく、ガバツ学と連絡を取り合っていた。ガバツ学が殺害されると、ウブン隊が武仙鎮の総帥となり、皇武帝と文通を続けた。そして、皇武帝が長安へ逃げてきた時、独孤信が一緒についてきた。皇武帝は独孤信の忠誠を称賛して、不要軍功の地位を与えた。あ、そうなんだ。お父さん、ここから、正義側になるのね。そうそう。あとは、ウブン隊と共に東義との戦争に明け暮れているわ。二人でブイブイ言わせていたのね。ぶっちぎりのマブダチだな、ウブン隊は。なぜ、ヤンキーぽくなってしまうの？ウブン隊は大使、大調査になった。しかし、皇武帝が寵愛している愛人の元明月を、ウブン隊が殺してしまったため、皇武帝との間に溝が深まっていった。ん、側室とかではなく、愛人。愛人だわね。いとこ同士で不倫関係なのよ。北西でも不倫関係は、ちょくちょく出てきていたな。やはり、肝心文化からそう批判されるだけで、戦費においては寛容に見られていたのかもしれん。皇武帝は明月を寵愛していて、彼女だけ長安へ連れてきていた。ウブン隊は皇武帝の乱用を憎み、明月の兄である元宝挙に命じ、彼女を騙しておびき寄せた。ウブン隊の兵に捕らえられた明月は殺害された。さらに皇武帝自身も殺害された。皇武帝が他に迷惑かけてないなら、いとことできてようが、放っとけばいいのに。皇武帝の姉妹である元氏がウブン隊の奥さんだからね。ここら辺かなりドロドロしてそう。しかも次の皇帝がその明月の兄、元宝挙なのよね。元宝挙が正義の文帝として、即位する。へえ、皇武帝以外の元氏もいるのね。皇武帝にくっついてきてるみたい。まあ、あのまま闘技にいても、文宣帝にジェノサイドされてしまうだけなので、いい判断よね。確かに。もちろん文帝が、国の実権を握っているけど、文帝は天寿を全うしているわね。よかった。また、さっさと殺されるかと思った。文帝は北魏の皇文帝が奨励した戦費の官化政策を取りやめて、戦費固有の文化に戻すために、戦費貴族の官風の制を戻す政策を実施した。おお、文帝は戦費族の伝統を守ってワイルドに生きようと呼びかけているのね。戦費貴族の養子、随、おプロク女子、李氏等、お大屋氏など、戦費制に複製させている。あれ、随とか等って、漢民族の国じゃないの？もう、いかにも中国の大帝国の典型です、中華ですって国だよね。李とか楊とかも中国風だし。違うわよ。彼らは、なんちゃって偽装漢人よ。今さら何言ってるんだ。二号、高校世界史までの知識なら、そう思ってても不思議じゃないが、隋、唐の支配層は純粋な漢人じゃないぞ。そうだよね。これまで見てきたことからすると、どう考えても戦費北族、武仙鎮出身の、ワイルドさんたちだよね。彼らは官風の姓を名乗っていたけど、ウブン隊がそれをやめさせたという話よ。定着しなかったようだけど。李氏とか楊氏とか言いながら、彼らは戦費の姓も持っている。そうなんだ。でも大丈夫。ワイルドな政策も行き過ぎると、北西みたいに肝心たちがジェノサイドされてしまうのでは。あれ？そもそも、正義って、肝心いるの？肝心官僚グループは落葉に置いてきて戦費北族オンリーなのでは。そうね、
オンリーとは言わないけど、そもそも虐殺されるほど数がいないと思われる。一方で右軍隊は儒学を重んじ、漢中の文人、咀嚼を強要して、官職のシステムに、襲来、を採用した。襲来か。まあ、国名通りだけど、古すぎない。例えば現代日本で漢字12回や、近伝制を適用されても困ると思うんだけど。そこは、正義は新興国家で、まっさらな状態だったから、受け入れられたのね。いろんなしがらみのある南朝や北西では無理ね。襲来の採用により、鮮卑族の伝統を守ってワイルドに生きようグループは、自分たちこそが北魏の正当な後継であり、中華の支配者だと主張することができ。肝心は古代の理想を追求できた。おお、目的や利害が一致したのね。右軍隊は南朝領の捕虜だった肝心の儒家を厚遇し、取り立てた。この捕虜たちは後継の乱に乗じて正義が高陵を攻めた際に、長安へ連れてこられている。正義は肝心官僚を南朝からも連れてきたのか。武仙鎮出身者だけでは、人材が足りなかったんでしょうね。あと、長安は当時すでに大都市だったからな。肝心もちゃんといるぞ。右軍隊は武仙鎮出身の者たちを集めて軍団を作り、正義の支配集団を武仙鎮出身の者で固めた。正義の支配地は漢中、現在の陝西省、と老西、現在の甘粛省南東、だったので、武仙鎮軍閥のことを官老集団、官老貴族集団、とも呼んでいる。どう違うかというと、官老集団は取り立てられた漢人と武仙鎮出身の北人、特に鮮卑系、の協力体制を指すんだ。北州末期になると貴族化が進み、もはや軍閥とは言えなくなってしまうからな。ちなみにこういうことを提唱したのが、例の鎮院閣だ。そうなんだ。すると、北州では、今度こそ古漢融合がうまくいくのかしらね。右軍隊はバランスが良さそうな人なので、期待だわ。そうね。李氏も楊氏も結局鮮卑姓には戻らないし。もともとは五胡十六国時代に古族化した漢族だったと主張しているし、さっぱりわからなくなっているわね。右軍氏なんか鮮卑化した郷土人が感化したことになるし、わけがわからなくなって、もう、古族漢族で党派を作るような時代ではなくなってくるのよね。ある意味、北州で公文帝の理想が実現する。おお、よかった。じゃあ、やっと平和に。ならんならん。その代わり、官僚貴族集団 VS 何か、という図式になってくるのよね。ただそれは、もっと後の話ね。そうなのか。正義には、北西に比べて武力も足りなかった。後部帝が連れてきた軍団は1万人足らず、戦費の精鋭は東儀の方に寄っていた。武仙鎮出身者と地元民だけでは、少ないか。東儀との戦いに敗戦した右軍隊は、危機感を抱いた。兵力の不足を補うため不兵制を採用した。二号、不兵制とはどんな制度だ？それまでとはどう違う？徴兵制のことかな。それ以上は知りません。テヘペロ。テヘペロ、じゃない。不兵制以前は兵庫制といって、代々、軍人を出す家が決まっていた。兵庫は、南朝では軍地を重視しすぎて部を軽視したため没落し、北朝では戦費の部を重んじる気風を反映して兵庫の地位は高かった。公文帝の官化政策で貶められて、後で痛いことになるわけだが、北西の孔子は、食い詰めた兵庫だったわけだ。フアムーランの家なんかも、北魏の時代と仮定すると、兵庫なんでしょうね。家から、何が何でも一人兵を出せってことか。怪我したお父さんと娘しかいない家には辛いわね。不兵制は徴兵制に近いわね。各地の豪族を教水に任じて、それぞれの地方において徴兵を集めさせる。不兵は、所有徴と労役を免除され、戦士として必要な馬や食料は6軒の家が共同で負担した。徴兵には肝心農民が多かったが、五胡十六国時代以来、漢中に移り住んだ古族もかなり含まれていた。古族の人々にとっては、かつての誇りを取り戻す方向になり、肝心の徴兵にとっても、貴族成果の身分格差から抜け出せる可能性があった。いいじゃない。
兵制によって徴兵された軍隊は24海部に統率され、2つの海部は1人の大将軍に統率され、2人の大将軍は、1人の忠告によって率いられた。八忠国、12大将軍が官僚集団としてその後の有力者の家系、貴族になる。なるほど。八忠国は、ウグン氏の家系と、正義の原始定質を含むから、残りは6ね。8は戦費の8部制に、6は、主来に基づいた数字だと言われている。それで、通り氏は忠国の家系、独孤信も忠国になっている。随王氏だけ12将軍の家系ね。ああ、それで、独孤バンタが要件は地位が低いから結婚するのは嫌だと騒いでいたのか。そうそう。真ん中は、李氏に嫁いだんじゃなかったのか。ドラマでは最初、独孤バンタが要件に嫁ぐ予定でしたが、自分の母親が身分の低い義女だから、姉妹たちより格下の養子に嫁がされるんだ、嫌だ、自分こそ予言通り皇后になるんだ、とごねて、結果的に自分よりかなり年上の、お父さんと同じ年齢くらいの李平を誘惑して嫁ぎます。妹のどっこからが代わりに陽軒と結婚したら、後で陽軒が帝位を散奪し、ジャフンという。ジャフンって。このどっこバンタは、姉妹の中でもトラブルメーカーなんですよ。性格悪くて事件ばかり起こしてるけど、いなきゃ面白くない始まらないという。なるほどな。大草原の小さな家、で言えば、オルソン夫人か。中国のラブ刺激って、あからさまに性格悪い女性が一人はいるよね。あるある。まあ、バンタも結果的には皇后になるんですけど、死後なんだよね。ちなみに、どっこからは史実では、どっこ神が要件を見込んで、14歳で娘を嫁がせているわね。結婚早すぎ。ドラマではもうちょっと後だったような気がする。ところで、原始も八忠国に入ってるのね。その原始だけれども、文帝が崩御した後、皇太子の現金が即位した。しかし、ウ文帝の暗殺を図って廃位された。その後、毒殺されている。あらら。廃帝の皇后は、ウ文帝の娘なんだけど、正義に忠誠を示して自害している。珍しいわね。てっきり戦貴族の伝統に則ってレギュレート婚するかと思った。最高権力者ウ文帝の娘でしょ。死ぬ必要はなかったんじゃ。ウ文皇后の愛読書は列女伝。夫婦仲も良かったらしい。儒学ファンクラブの人だったか。ウ文帝って、戦貴族の伝統を守ってワイルドに生きようと呼びかけつつ、結構な儒学ファンなのよね。いい感じに矛盾してるのよ。そうなんだ。現金が廃されると、厳格が朝廷として即位する。主来に倣って、ウ文帝を、大使、大調査、独孤信を大司馬に任じた。この厳格は、卓抜制に復古している。おお、いいじゃん、卓抜制の方が。だって、原始になってから、あんまりいいことないような気がする。確かに、縁起があまり良くないわよね。昔の姓に戻って、ここらで一発北儀の再興を。卓抜閣は右文帝が死ぬと、右文後に脅迫されて、帝位を右文閣に禅譲させられた。卓抜閣は総攻に報じられたが、間もなく殺害されている。ダメだったか。ここで、正義は終わり。北州が建てられ、ウ文帝の三男、ウ文閣が初代天皇、光明帝として即位する。天皇。天皇は周王朝の王侯ね。でも、五胡十六国時代、皇帝では禅を兼ねられないため、漢族出身ではない、五胡十六国時代の政権の長が禅と併称で天皇、を称したと言われている。へえ。まあ、周王朝に習ったんでしょうけど、ウ文氏って元は郷土系だっけ？怪しいわね。実は禅に憧れてたとか。光明帝はウ文帝が死去すると、まず、大使、大調査の位を継いで、周公に報じられた。天皇にならず、そのままでいた方が良かったんじゃないかと思うわ。なんで？だって、北州の実力者って、大使、大調査なのよね。まあ、ちょっと15歳じゃ若すぎて務まらないか。
ああ。ウブンゴが大使、大調査の地位を占め、コウビンテイを傀儡として独裁政治を行うことになる。結局、コウビンテイはウブンゴの戦王を排除しようとして失敗。廃位されて、幽閉、殺害された。いつもの廃帝コースね。さらに、ドッコシンもウブンゴに脅迫されて自害させられている。お父さんが、ああ。そういえばウブンゴというと、興奮すると瞳の青くなる人。なんじゃそれ。ドラマにそんな謎設定があったんですよ。ウブンゴは興奮すると、瞳が CG で青くなっちゃうんです。なんじゃその中二設定。俺の右目がうずく。とか。銀エイデンでもルッツにそんな設定あったな。中国人もそういうの結構好きなのかな。笑っちゃダメ。ひょっとして西方異民族の血が入ってるとかかもしれないじゃん。ウブンゴは、ウブン隊の老いに当たるわね。ウブン隊が死去すると、その子供たちはまだ幼かったことから、ウブン核を補佐した。この時、43歳くらいね。どっこから、ではウブンゴというと、半若姉さんとできてたからもっと若いと思ってたのに、おっさんじゃん。おっさん。おっさんよな。まあ、乱世王、とか、乱世王妃、とか別のドラマ見たら、ウブンゴは確かにもっと枯れてます。モブおっさんですね。モブおっさんよな。半若姉さんとは、結構な年の差になっちゃうのか。まあ、だからそこは創作だわね。半若姉さんって、ドッコシンの娘、ウブンゴとできてる設定なの。そうです。なんせドッコシの美人三姉妹はすごいアゲマンですから、野心家のウブンゴが欲しがるわけです。後で二人に不倫の娘が生まれるけど、やっぱり瞳が青いから、バレそうになる。ほう。今度はロイエンタールみたいだな。次は、ウブンイクが名帝として即位するんですが、半若姉さんはその皇后として立てられます。ドッコシの皇后、一人目だな。皇帝と結婚したわけだから、皇后になるのは当たり前で、ここまでは驚かないわね。それでは、次は引き続き北州と、他の姉妹がどうなったかについて見ていくね。それではまた次回。さっきの不平成についての説明は、実は専門的な中国史研究ではすでに覆されている。これまで語られてきた不平成への理解は、後の壮大に理想化され単純化されたものだったんだ。詳しく知りたい人は平田洋一郎氏の追悼帝国形成期における軍事と外交を読むといい。こりゃお前ら、次回のレポート課題はこれにするぞ。ひー。